慶応義塾大学三田祭三田祭会場三田祭りは慶応義塾大学において毎年11月23日前後に例年4日間行われる学園祭三田祭りの規模は大学祭として和瀬田祭等と並び国内最大規模である東京六大学学園祭連盟に加盟している三田祭りのミス婚ンイベントとして行われるミスキャンパスの ミス k オグランプリやファイナリストらは、その後女子アナになることが多いので、メディアでも注目されている。同時にミスターキャンパスのミスターケイオコンテストも行われている。華やかさばかりに目が向けられる、ミ田祭りであるが、ミタ祭発表として、経済学部、小学部、法学部、文学部、メディアコミュニケーション研究所のゼミナール論文発表なども行われており、3年生の 活動の中心に置くゼミも多い。三田祭開催の1から2週間前には、前夜や祭りがほぼ毎年行われており、有名人のコンサートが開催される。熟院の多くが母校の文化祭を訪れるのが、慶応の伝統であり、三田祭りの開催時には、三田キャンパス付近の桜田通りや三田駅周辺が、慶応の交渉が描かれている紙バッグを持った、熟院で賑わう。 2010年及び2016年は中止。2010年は主催団体の広告学研究会所属の熟成10名が公然歪説の疑いで書類送検されたため。2016年は同研究会所属の熟成らが集団による性的暴行の疑いで逮捕されたことを受け、同研究会が活動停止処分となったため。また2018年には、 2016年度、ミスター慶応ファイナリストによる性的暴行の不祥事があった。2010年及び2016年は常実のように主催学生団体の不祥事により未開催になった。そのため2017年からは、三戸祭りから離れて、旧校国学研究会とは異なる主催者サークル、あるいは学生団体の下で再開催された。 2019年には2つの学生団体がミス K を開催で競合したが、堀江貴文がアドバイザリーについた主催学生団体側がコンテストファイナリストをめぐるセクハラ問題も絡み中止。一方の学生団体側が主催する一つのミス K をが開催された。ありがとうございます。